少し古い資料ですけども、1998年、今から13年前の調査結果です。財団法人日本青少年研究所というところがやったあの調査結果ですけどもですね、まあ、非常にショッキングなあの調査結果でした。親に反抗するのは子どもの自由だと。まあ、正確には親に反抗するのは子どもの自由で良いと考えている日本の高校生は85%。 親に反抗してはいけないと考えている高校生は5%なんですね。ということは、ほとんど90%に近い子どもたち、ほとんどはですね、親に反抗していいんだと。親に反抗するのは自由なんだというふうに日本の高校生たちは考えていました。で、親に反抗してはいけないんだと。そういうふうに考えている子どもは5%だったんですね。で、じゃあアメリカや中国はどうなのかと言いますと、まあ私たちアメリカ人や中国人はもっとその、 親に反抗してるんじゃないかというふうに考えがちですけども、当時ですね、アメリカ人の場合ですね、親に反抗してもいいと考えている子どもは16%なんです。中国、中国の若者、高校生にしてみれば15%なんですね。一方、親に反抗してはいけないというふうに考えているアメリカ人は82%、中国人84%なんです。 私たちはやっぱりこのハリウッド映画を見ていますから、アメリカ人というのはさずかし親に反抗的なんだろうなというふうに思うかもしれませんけれども、現実は全く逆なんですね。まあ、これがあの今から13年前の調査ですから、今この調査をされたといいますか、対象になった人、高校生というのは30歳前後になっているわけです。で、これはですね、あの日本人独特といいますか、あの 実に奇妙な、あの、あの、数字なんですね。というのはですね、あの、私、あの、一週間ほど前にですね、一週間ほど前ですね、あの、近くのショッピングセンターに行ったんです。で、まあ、に、あの、荷物がか買いまして、まあ、グフーズなんか買いましたので、結構お、まあ、大きなものを買って、そしてカートに入れて、自分の車の、に入れようとして、まあ、苦労していましたら、その車の前後をですね、もう汗でも 汗、たらたらとは言いませんか、まあ、汗ばんだ、えー、私と同じぐらいの,その男性がですね、年齢的に私と同じぐらいの男性がですね、あちこちをこうこう動き回って、もうロキョロキョロキョロもう何か必死に探しているわけですね。 それで、まあ私、それ、まあ気になったもんですから、見るともなし、見ないともなしとて言いますか、見ていまして、そしてしばらくしましたら、ちょうどその反対側と言いますかね、車の通路の反対側から、まあ中学生らしい、小学生の高学年かな、の子らしい子供が出てきたんです。ふてくされてるんですね。そしてそのおじいさんに当たるんでしょうね、その男性はですね、その子供に向かって、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん、ごめんっていうふうに感じで、 何て言いますか、誤ってたんですね。まあ、いろいろその中、中には事情があったんでしょう。まあ、多分私はまあ、今から思いますと、子供とおじいちゃんが迷子になったわけですね。で、それじゃまずいということと、おじいさんが一生懸命その孫を探してたわけです。そしてやっとその見つかったと言いますか、子供の方が車の間から出てきたわけですね。まあ、その間にまあ、おじいちゃんとその孫の間に何かの行き違いはあったんでしょうけども、ここなんですね。 まあ我々にとってはもう日本人にとっては何でもない光景に思えるかもしれませんけども、おじいちゃんの方が子供に謝ってるんですね。ごめんごめん、あ,あごめんごめんって言って。こ子供の方が不適されてるんですね。これよく考えてみると実に奇妙な光景なんですよね。あの、まあ今から40年前、50年前では考えられないと言いますか、別にあの、親の権威主義が、あるいは祖父母の権威主義がいいというわけではありません。 しかし、あまりにも逆転しすぎて言うてみますか。威張ってるのは子供の方で、そしてその、ごめんごめんって謝るのは、その親の方なんですね。で、これは家庭生活の中でもそうなんで、例えば子供の食事が遅れますとお父さんお母さんが用意するわけです。あるいは塾から帰ってくる子供を待ってるわけですね。で、その時に、まあ、あの、何か夜食が用意してないとか。 夕食感用意してないと、親の方が謝るんですね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、今作りますからね、ちょっと待っててね、何々ちゃんちょっと待っててね、ごめんね。子供の方はデーンと椅子に座って、その食事を待ってると。これがまあ日本、もう実にこう日本的といいますから、日本ではごく普通の光景なんですね。まあ塾でも学校でもそうなんです。例えば5時に学校の校門の前で待ち合わせると約束しますね。そして子供、お母さんが何らかの事情で遅れる。 渋滞に巻き込まれる。そして車でやってくる。で、その時に、その親の方が子供に謝るんですね。ごめんなさい、ご,、ま、ごめんなさい、まるまるちゃんごめんね、遅れてね、お母さんね、一緒に来たんだけど渋滞でね、ごめんなさいねって言うんです。ところが子供の方は親に謝、まあ、まあ、不適されてるから、な,なんで遅れたのよって怒ることはあっても何も言わないんですね。 それで、韓国のある作家がですね、まあそういう、それについてのような本を書いたらしいです。まあ内容を読んでませんけども、まあ買い間読んだと言いますか、ニュースで読んだんですけども、まあ逆、まあ一つの逆転現象が起きてるんですね。まあこれを家族崩壊というふうに読んでいいかどうかわかりませんけども、謝る方は親であり、不適されて怒る方は子供である。これはあのー、 まあ、日本では、あまりにも当たり前の光景になってきてるもんですから、それを誰もおかしいというふうに思わなくなる思わないですね、今ね。確かに。まあ、あまりにも、その、当たり前になっていると。まあ、話戻しますけど、日本だけ、日本人の若者だけは親に反抗してもいいと。そういうふうに考えている子ども高校生が、まあ、断突に多いということですね。で、まあ、そういう、その、 まあ、現象を捉えてですね、まあ今言う、まあ、あの、非常に著名なですね、評論家の、教育評論家の王、王っていう人ですね、はですね、日本人の子供たちの個人主義が、ますます進んでいるというふうに論評していました。しかし本当にそうなんでしょうかね、個人主義と言っていいんでしょうかね。というのは、その、個人主義っていうのはですね、自分で、 考えて、自分で行動して、自分で責任を取るっていうのを、まあ、私は個人主義、自由だと思うんですけども、自由論の中でもそうときますけども、これは個人主義でも何でもないですね。ドラムスコ化なんですね、はっきり言えば。ドラムスコ化なんです。ドラムスケ、ドラムスコ、ドラムスメになってるわけですね。で、その人たちが今、まあ、このビデオを見てくださる人も多いと思いますけども、今30代前後になって、あ子供を持つ年齢になってきてるわけです。 まあ、こういう、なんて言いますかね、あのー、逆転現象っていうのはなぜ起きたかということですけども、あの、やはり子供の受験勉強をお境にして子供自身の心も壊れるって話を、まあ、あのー、 別のビデオで話しましたけれども、同時に、あの、受験戦争になってきますと、親子関係が逆転するということは、例えば、その、勉強しなさい、勉強しなさいっていう言いながら、親は何とかしていい学,学校を入れようとするんですけれども、その時に、まあ、子供に媚びを売るんですね。媚びを売るということは、勉強してくださいねという立場になるわけです。で、子供の方は、勉強してやるという、あの、立場になるんですね。 まあ、ももそんな甘いわけじゃなくて、実際には、何をこの点数は。平均点は何点だったのとか。まあ、るいは幼稚園というか高い下者払って、あんたは援語教室買したけども、結局無駄だったじゃないのっていうような言い方で、その子供にですね、あの、まあ、子供を追い詰めていくで。子供の方は子供の方で、何て言いますか、あのー、まあ、それまでの親子の絆って言いますか、せっかくいろんなその絆を深めるんですけども、それを粉々に破壊してしまうんですね。 それだけじゃありませんけれども、それが、まあ、冒頭に挙げた85%、親に、ね、反抗してもいいんだと。そういう数字につながっているような、私は気がします。で、まあ、家庭崩壊という言葉は、まあ、これ、あのー、環境問題としてあるわけですけども、同時に、今進んでいるのが、家族崩壊なんですね、実は。家族というものがもう崩壊してしまっているんですね。だから、その、例えばこんな話があるんですね。 で R 氏は、R さんはですね、リストアで仕事をなくしてしまったんです。でその時手,を手にした退職金で小さな、まあ、会社を作るんですけども、それ折からの不,良不況でですね、すぐ仕事は行き詰まって,行き詰まってしまったんです。二人の娘がいたんですけども、一人は大学1年生、もう一人は高校3年生だったんですね。で、で R 氏はあちこちを駆けずり回って、なんとかまあ上の娘さんのです、ね、学費は工面することができたんですけども、下の娘さんの学費が難しくなった。 そこで下の娘さんにですね、大学の進学を諦めてほしいと言いましたんですけども、下の娘はそれに応じませんでしたね。こうなったのはあんたの責任だから借金でも何でもして、私あんたの義務を話して、果たして、まあ親に向かってあんたって言うんですけどね。まあ まあそう、それがいいか悪いかということよりも、なんて言いますか、それが、まあ、ある種の、この、親近、親近、親近感というか、一つの、この、なんて言いますか、あの、親子の、あの、絆の中で使われる言葉ならいいんですけども、家族が崩壊した状態で親、親に、親に、親っていうね、まあ友、友でも何でもいいんですけども、あんた、あんたって言うんで、まあ、その、あんたの義務を果たせって言ったわけですね。 まあ本来ならばですね、ここで妻がですね、その R 氏を,を助けなくちゃいけないんですけども、その妻までがねあの、もうあんたと一緒では生活はできないからって言って家を出ちゃうんですね。まあ、これは現実にあった話ですけども、しかし娘にも言い分があるんですね。で、私、その娘さんに会ってですね、直接話をしたんです。そしたらね、娘さんがですね、開口一番こう言いましたね。あの、私はこう言ったんですね。お父さんも大変なんだから、理解してあげなさい。 って言って言いましたらね、下の高校3年生になったばかりのお嬢さんはですね、こう言いましたね。小さい時から勉強し、勉強しろって散々言われ続けていた。ね、私はそういうふうに言われ続けてきた。それを今になってね、勉強しなくて,っていいってどうして親にそんなこと言う権利があるのってこう言われましたですね。その一言で私考え方変わりましたね。なるほどそうなんだと。子供というのはもう小さい時から勉強しろ、勉強しろって親から言い続けられてきたんだと。 だから、高校生になってね、もう勉強しなくていいなんて、そんなこと言う権利がどうして親にあるのってことなんですね。まあ、まあ、そのことだけじゃないんですけど、今は本当に子供に勉強しろなんて言わん方がいいですよ、皆さん。下手に言いますとね、責任を取らされますから。ね。で、今ね、高校生なんかでもですよ、親に感謝してね、高校行ってる子供はゼロですから。まあ、言えないですね。あのー、結構学費かかりますからね。もう修学旅行だって外国行くような時代ですから。 もう沖縄が一番近いぐらいでしたね。もう、それから、あの、大学生だってね、もう大学へ行ってやるという立場でもう話が、あの、子供の方で進みますから。下手にあんたが、あの、学位がないからちょっと、ダメだとか、そんなこと言ったら、もう子供の方がね、あの、方から縁を切ると言いますか、そういう時代になっちゃったんですね、今は。あの、結局、子供の側、親子関係っていうのは、逆になってしまった。 だから、これは、内閣府現、あの前の総理府の調査なんかでも、そういう数字が出てますけども、親を尊敬しないという子どもがもうあの50、50%、50数いたん出てますね。毎年やってますけど、毎年か、3、4年ごとに、あの、青少年に意識調査してますけども、親を尊敬できないという子どもは60%近くいるんですね、今。このなぜそういう、その親を尊敬できないという遠回しの言い方をするかというとですね、 まさか親を軽蔑するという質問項目はできないわけですね。ですから遠回しな言い方で親を尊敬できないっていうふうに聞くわけです。それじゃあ残りの40%が親を尊敬しているかというとそうではなくて何とも思ってないっていうわけですね。ですから、あの、親のようになりたくないっていうふうに、あの、母親や父親のようになりたくないって考えている、まあ、 あの中学生、高校生の場合はもう80%近くいるんですね。で、詳しくはあの、インターネットで林博、えー、間を分けてあ、親を尊敬できないとか、あるいは父親,のように父親のように会いたくないっていうような言葉を入れて検索してくださいますと、あの詳しい資料、あるいは私の原稿をヒットしていただけると思います。ぜひまた読んでみてください。じゃあ、なぜこういうその逆転現象が起きるのか。まあ、本当に逆転現象が起きてますね。 あのー、もう今じゃ、もう社会人になるときでもです、ね、その支度金をもう親が出すという時代ですね、今あの。さらに結婚式の費用も親が出す。社会人になって車を買うのも親の役目というような、な、ま、ん、あ、とも言わない逆転現象が起きてまして、あのー、それでいて子供が親に感謝しているかというと、感謝してないですね。まあ、感謝の彼女もないですね。 あの、口では言いますけども、私たちの時代では、その、例えば、もう、結婚前から、親に、実家に、親に仕送りするっていうのは当たり前だったんですね。これはほとんどの若者たち、あの、特に都会で出た人たちはみんなやってたんですね、これ。あの、特に私の、私もそうなんですけども、岐阜の田舎から出てきて、浜辺で働く。ですから、結婚前から収入の半分っていうものを実家に送ってたんですけど、今、そんな話を子供たちにしますとですね、 パパは僕らに恩を着せる気かなんてね、逆にこう、噛みついていきますから、まず、あ、なこと言います。なこと言います。だからといって私たちが偉いわけでもないし、素晴らしいことをしたわけでもないんですね。したくてしたわけでもないわけなんです。ものすごい大きな負担感がありましたからね。金銭的な負担感というよりも社会的な負担感があったわけです。それが逆転した。そして今、まあ、最後に話しますと、あの、先ほど言いましたように、親が子供に謝る。ごめんごめんという、 子供がそれに対して不適されるという、まあ、とんでもないその逆転現象が、になってしまって、それが今の日本の親子関係の基盤になっているという、まあこの異常な世界。まあ僕は平等であればまだいいと思いますよ。平等でばあればまだ救われると思いますけども、こうした逆転現象が起きているということなんです。まあ、この人との子育てをする上において、皆さんの参考にいただければ嬉しいと思います。これでいいのかこんなことでいいのか 一度皆さんご自身に問いかけてみてください。では終わります。